ウィーン市長社大ホールにおける市長カール・ルエーガー主催の舞踏会。ビルヘルム・ガウゼが1904年。ルエーガーの右側二人目の男性がレオポルト・ザルバトール。レオポルト・ザルバトール・フォンエス・スター・ライヒト・トスカーナはオーストリア・ハンガリーの皇族軍人。最終階級は陸軍中将、砲兵大将。トスカーナ大公レオポルド2世の次男。 カール・ザルバトール大公と、その妻で両シチリアをフェルディナンド2世の娘の、マリーア・インマコラータの間に長男として生まれた。オーストリア帝室の処分家の中でも自由主義的な、気風の強いキュート・スカーナ大公家の子女として育った。全名は、レオポルト・ザルバトール、マリア・ヨーゼフ・フェルディナント・フランツ・フォン・アッシージ・カール・アントン、フォン・パ・ドゥア・ヨハン・バプティスト・ヤヌアリウス。 アロイス・ゴンツーガ・ライナー・ベンツェル・ガルス、レオポールド・サルバトール、マリア・ヨゼフ。フェルディナンド・フランツ・フォン・アッシジ・カール・アントン・フォン・パズは、ヨハンバ・バプティスト・ジャニュアリアス・アロイス・ゴンザーガ・ライナー・ウェンズル、ギャラス、フォン・オストライヒト・トースカナである。1878年に第77、不評連帯の勝利に、任官、1881年から1883年まで。 テートウィーンの技術軍事アカデミーで軍事を学んだ。様々な部隊に所属した後、1887年から1889年まで、士官学校で学び、1889年に、レンベルク中トンの第11砲兵連隊所属の少佐となる。1891年に中佐、1892年に大佐と昇進し、 レンベルク・チュートンの第24不評連隊内の大隊を指揮した。1894年9月にアグラム・チュートンの第13砲兵連隊付に転任。1896年3月にはアグラム・チュートンの第13砲兵旅団の旅団長に任じられ、同年4月に少々となる。1898年に不評部に戻って、 第七十二不評旅団の旅団長となり、千八百九十九年に陸軍中将に昇進、アグラムチュートンの第三十六不評師団の師団長となった。千九百年から千九百六年にかけ、ウィーンチュートンの第二十六不評師団の師団長を務めた。千九百六年十月二十七日に、砲兵大将となり、千九百七年四月二十日に、 法兵武装官に任命された。1889年10月24日に、フロースドルフ城において、スペインのカルリスタ王位請求者である、マドリード公カルロスマリアの娘ブランカでボルボーンと結婚し、マニ10人の死女を設けた。1918、1919年に二重帝国が崩壊し、 皇族としての身分と資産を失ったため、妻の実家を頼って、スペインのバルセロナに移住した。1931年、資産の一部を取り戻すべくウィーンを訪れていた際に、死去した。ありがとうございます。